はい、今日の一品です。今日は生しいたけとちくわ、大葉を細かく刻んで、はい、大葉は2、3枚ですね。これを刻んだら、ごま油で香ばしく炒めて、ちょっとごま油を多めで炒めて塩コショウを振るだけで完成です。ちくわとしいたけ、大葉のごま油炒め、お弁当にどうぞ。